はいどうも、Bモレルです。オリックスファンの皆様、お疲れ様です。今シーズンストーブリーグ、まずは中島選手が先陣を切って読売ジャイアンツに入団しました。でそして西投手 FA 権を使って阪神タイガースに移籍。金子千尋選手、日本ハムファイターズに移籍。挙句の果てには FA で狙っていた浅村選手に交渉前に拒否られる、はい、そしてさらに田島選手が来季開幕絶望ということで、はい、お疲れ様です。なんで僕たちだけこんな目に遭わなきゃいけないんですかね。僕は悲しいです。皆さん、僕最近4日間ぐらい動画上げてなかったんで、ちょっとなんでかなと思ったかもしれないですけど、このストーブリーグの戦い方がちょっと絶望的すぎて寝込んでました。はい、なんでまあね、このまま行くと来季すごい厳しい戦いにはねなると思いますよ。やっぱ先発のね頭が2人抜けて、で、まあ、中島選手とかと小山選手も抜けましたしね、やっぱベテランのね頼りになるバッターも抜けて、かなり戦力としてはね、まあ、ダウンしたと思われるんではないでしょうか、うん、まあでもね、まあ、そんなずっと落ち込んでても仕方がないと僕は立ち上がりました。やっぱね、今季ドラフトで取った太田選手、頓宮選手がね、もう1年目からぜひとも打線の柱としてね、スタメンに入ってもらって活躍してもらいたいですし、先発でもね、まあ、新しい若いビッグって言ってくれたらね、まあ、今までくすぶっていた山崎幸人選手や松葉選手がまた一皮向けてね、先発のね柱として働いてくれたら嬉しいし、山崎総一郎選手とかそういう期待の若手とかもね、どんどん頭角を現してきてくれて、先発ローテに食い込んできてくれるようなことがあれば、来年僕は全然 A クラス、またまた優勝も狙えるんではないかなと僕は思ってます。はい、もうね、シーズンオフだけですからね、今度ポジレンの。シーズン始まったらもうね、結果、流れに身を任せだけですからね。うん。僕たちがね、ポジレンのはいつもシーズン前だけですから。この時期だけはもうね、優勝の夢見させてくださいよ。で、あと、来季の多分、シーズン直前ぐらいで、まあ、野球界の解説者たちが、まあ、順位予想とかすると思うんですよ。で、まあ、おそらくね、おそらく来年はオリックス・バファローズ、軒並み予想順位低いんじゃないでしょうか。まあ、5位とか6位とかね、その辺になると思うんですよ、来季は。僕的にはね、そっちの方がね、ありがたい。うん。皆さん思い出してください。オリックスが今まで、例えば2009年、カブデラレ選手、ローズ選手、ラロッカ選手、フェルナンデス選手を、4人外国人揃ってビッグボーイ打線と呼ばれた時、もうね、軒並みオリックス優勝予想、2位予想、もう上位予想でしたね。うん。蓋を開けてみれば最下位、はい、みんな怪我でね揃わなくて最下位。はい、次、はい、2015年、次、うん、2015年ね、2014年惜しくも2位になってしまって、その悔しさを晴らすべくオリックスバファローズ大補強に乗り出しました。そこへ取ったのがバリントン選手、ブランコ選手、小籔選手、中島選手とね、もうとてつもない補強をして、まあ、今年こそ2015年こそね、もうさすがにオリックス優勝するやろと誰もが思ってましたね。蓋を開けてみれば開幕1勝12敗、最終的に5位、残念でしたね、はい、このようにオリックスファローズは優勝予想されると結構下位に沈むことがあるんですが、逆に、下位予想、下馬評が低いと結構躍進するんですよね。例えば2008年とかね、前年2007年最下位で、2008年もダメ山を持ったら2008年2位で、で2014年も結構下馬評が低かったんですよね。でそれでまた2位と、はい、オリックスはやっぱその開幕時の予想とは反した結果にいつもシーズン最終的な順位はなりやすいんで、来シーズンはおそらく開幕の予想順位は低めやと思うんで、逆に来シーズン期待できると思います。なので解説者の皆さん、ぜひとも我がオリックスフォローズを下位にして予想してください。はい、もう最下位予想何でもいいです。もう最下位ウェルカム、本当にもう
その分オリックスファンローズは燃えますから、はい、よろしくお願いします。というわけでまだ僕全然ね来シーズンに向けての希望を捨ててないんで、来シーズンぜひとも優勝しましょう。オリックスファンローズ絶対優勝するぞ。はい、チャンネル登録お願いします。